Thank you.
ここで
くあるあのバンドマンが言う悪いお手本は、ライブにはトラブルがつきものです絶対言うんで、それを言ったら冷ややかな感じで笑ったり、僕が話すと縛られるからめっちゃ知ってるやん。前めちゃくちゃトラブルって、まあ、いろいろあって、あのボーカルは3万円を使って、あのバンドを辞めてるにもかかわらず3万使ってギター直してきたんですけど、今日はちゃうところがあれやったみたいで、アミバそわそわしてる。松村行けアミバ2世やろ。そうですよ。お誕生日おめでとうございます。言われてるんだ。これ今日松村なんか客席にいるやつ。ありがとうございます。ほんま思ってるよりも 2,3 人までしか見えへんけど、結構怖いんですよ。なんか3人ぐらいしかおらんのに、後ろの方から声とか聞こえるみたいな。松村行け。あとあのこれちょっと、あ、僕ここで働いてるんですけど、その階段たまられたらめっちゃあの PA がトラブったうわーって時あるんで、でここ結構あの来ないがちで、あのベーシストとしては結構寂しいんで、ここ L 字に詰めてもらっていいですか。じゃないか、階段の前、階段の時にうわ今日人いっぱいやからライブ見られへんみたいな、めっちゃ多いんで。とっちゃんとっちゃんとっちゃん、おめでとう。いやでも私ら、まあ、結構前の年にビジョンよう出てて、まあ、ビジョンの良さっていうのはめちゃくちゃ分かってるんです。まあ、とっちゃんがおることだったり、まあ、ビジョンのスタッフはいつもバグってるけど、ほんまにバグってると思う。ベースオントップの中でもバグってるけどいいスタッフやし、で実はさっき階段なんちゃらって言うけど、私も一番階段見るから、結構そこで隠れてるつもりでもめっちゃ見えてるっていうとこもあるあるなんで、これから気をつけてください。ボーカルめっちゃここら辺見るよりあっち見るから、多分めっちゃ見られてると思うんで。でもビジョンはほんまに1、2を争う私はやりやすい箱やし、今日もリハないけどすっごい気持ちいいです。どうもありがとうございます。じゃあもうパパッとやりますわ。なんかステージに立たへんとやはりステージ慣れをしません。だから一般の人がなんか言うてるみたいになります。けど一般の人の意見を大事にした方がいいんですよ、世の中。庶民を大事に、社畜を大事にしてください。人間からおいちゃんと生きろよとかちゃんと生活しろよとか言われても、なんや耳に入ってこんかと思うけど、マジでこれだけは言います。生きてください。以上、最後の曲ではないです。あとの曲やります。夜に歌う。
しかしドラムが新しいバンド始めました。ミリオンスケープというバンドです。近々ライブがあります。こんなドラムいいなと思ったらぜひ行ってあげてください。ベース、ビジョンで働いてます。いい照明をします。照明をしてほしい人ベースに言ってください。ギター、命かけて働いてます。応援してあげてください。